ベテルロジェで一緒に混ぜることもやる。上から粘土を振りかけてます。このコツが非常に難しいのね。手で覚えるしかないぐらい簡単なようで難しい。もう一つ大きな。これを向こうで、後でミキサーでやるね。作業にやるときにはあそこのミキサーでやる。一番簡単なことは、リゴン。物を言わなくて、みんな。物を言わなくて、なんていうのか。それからその箱をね、できとる団子の不完全なやつを持ってくる。でここにね、並べてください。最初に使ったのから次に全部。いや、一人は一回目やる、二人目がこっちやる、全部やる、四人が。見とるかね。あ、かまかま。ここに持ってる筋は、これ、芝居をして、ここを回してます。芝居の筋を。一回できて、乾いた粘土団子を、霧を拭いて、石灰をまぶってます。
向こうは水が多すぎたようなね、ちょっと、その上。待ってください。手の感覚の人だね、やる人がいたら、水が多すぎる。ミニエットとか、そのぐらい。これもやってる。悪くなりようですか？石灰をまぶしては粘土の粉を入れます。やっぱりね、湿り気とかなんとか無駄になってるのね。同じようにここは乾くし、向こうは湿り気。お水入れ、砂ください。もうちょっと水。どの辺に砂？はい、ここだけお願いします。どこだけ？こっちですか？はい。半分ぐらい。お水ください。こんな。はい。半分ぐらい。まあこれぐらいでいいんじゃないか。いいんだけど、こういうのになったらそんなこれトゥーエット。トゥーエットでこの水が最初に多すぎると固まってこう。こういう団子こう3つがこうね、湿りすぎるとこれ3つになってこうな。でこの小さいっていうのは最初の水気が足らないといくら水とこの後が交互にいって、しかもハーモニーがうまくいった時にいくらでも大きくなるし、この萩がこれぐらいからこういうふうに少しずつ大きくなっていくのね。自然に大きくなっていくのが本当なんです。反対側にこれが小さいのと大きいのができるのは、でちょっと手でこうやってごらんと、たまに自分でね、これは硬すぎるけれど、ちょっと湿り気を取って、もう一点湿り気してこう、ギャルになってね、こうしてみて、1センチ、それぐらいが普通は大体いいですね。で、一つの中に種が、これだと一つの中に、もみが、種が、ワンシード。ワンボール、おかしいけど、例えば、種まいてこういうのがね、欲しいでしょ。大きな流れ続けたと、どうぞ。次の大きさはこちら。田んぼでも畑でも工事になった場合に単位が少なくてですもんね。工事が一つぐらいこう長くなる、こういう真っ赤だ。極端に言うとこれがこれぐらいです。1センチに今、先ほどの種をこれとこれとちょっとこうここで四角形作って OK、これ今エンジンと
ミキサーを固定しています。石灰が
やり方がもうほんとこれ傾けるだけでは何違う。穂がこう傾きかけて黄色くなりかけた頃に9月10月にねこの麦まくんです。そうすればこういうふうに稲を刈る時に下に麦が出てる、それを刈りながらまくんです。麦作るのも米作るのも同じ。この草が雑草を抑えてしまう。アフリカ行く時にはエジプトクローバーまくん。これとクローバーと両方があるでしょ、これ。